健康と美容を届けるオフィスマユミのあやちゃんです。イエーイ。はい、今日はですねこちらです。大人気のダイエット青汁、そしてダイエット浄化青汁。はい、こちらの青汁を実際にね飲まれてる方から体験談、素敵な体験談いただきましたので、ね、少しも皆さんにお役に立つ情報じゃないかなと思いますのでシェアをさせていただきたいと思います。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今日は青汁のお話したいと思うんですけども、もうねうちのうち結構本当に食物繊維がたっぷり入ってますので、こういうお水に、はい、シェーカー用意していただいた方が、あのこうマドラーとかで溶かしてもなかなか溶けないので、まあ、ペットボトルとかなら大丈夫かなと思うんですけど、こういうシェーカーに1本入れていただいて、はい、ちょっと入れにくいんで下で入れます。はい、しっかり1本、はい、今1本入れました。お水ね、これから入れて1本入れて、しっかりこう振って混ぜると綺麗に溶けますので、こうやって、はい、青汁飲んでいただくようなものになっております。で、あの今日はですね本当に素敵な体験談をいただいたので、はい、お読みしたいと思います。まず50代の、ね、女性の方からの体験談です。はい、でね、この方ねちょっと便秘気味だったそうなんですが、ダイエット青汁、こちらの分ですね、ダイエット青汁をだいたい飲み始めて、だいたい朝ですね、朝食前とか夕食前とかに、昼はね結構なかなかお仕事とかもあって忙しく飲めない時もあったので、まあ、だいたい朝と夕方に、食前に飲んでらっしゃったそうなんですけど、3日目ぐらいから、お通じの出やすさを実感しました。で、次第に毎食後にお腹の爽快感がすごい、もう爽快感がねすごくて、すごいね良さを実感してくださったということでした。で、夜勤のお仕事されてるそうで、夜勤中はなんかお腹が結構張って苦しいっていうことがあったそうなんですが、夜勤中自律神経が乱れるのか、ほぼ毎回お腹が張り気持ちが悪かったのが、ダイエット青汁を飲み始めてからはすごく楽になって、お腹の張りがなくなってすっきりしてますというね、はい、体験談をいただきました。で、1箱これね、ダイエット青汁をまず1箱飲んでくださったそうなんですが、これ飲み終わった時にちょうど夏で汗もかくし、塩が入った方ですね、こちらの青汁は塩が入ってないんですが、こちらの青汁に天然のねミネラルたっぷりの塩が入ってるのはこちらの浄化青汁なんですが、夏にねなってきたのでこちらの浄化青汁に、はい、変えたということです。で、今浄化青汁を飲み始めて1ヶ月半くらいがね経ったそうなんですけど、最初はしょっぱいって思ったそうなんですね。はい、しょっぱいけどしょっぱさが美味しいに変わりましたっていうことで、はい、今癖になってますっていうことで、いつもの夏よりやっぱりね体調をねよく過ごせてますので嬉しいですっていう体験談をいただきました。本当にありがとうございます。で、お腹のね張りもなくなって、しっかりね便が出て、はい、便秘気味だった方ね、お腹の調子がすごく良くなったということと、あとね体調も良くなってきて、いつもの夏に比べたらすごいね体調がねいいんですよっていう嬉しい体験談でした。ありがとうございます。はい、で続いてですねもう一方、30代の女性からも体験談いただいてます。はい、でこの方は、浄化青汁、こちらね、天然の塩入っているこちら浄化青汁飲んでくださってたんですが、浄化青汁を飲まないと、便秘になったり体が重くなったりするということで、浄化青汁飲んでるとやはりお腹の調子がいいので飲ませてもらってますということで、食前ですね、ご飯を食べる前とか、あとおやつの、ね、前とかに飲んでくださってるそうです。で、ある日この浄化青汁を飲んで美味しいものを食べて友達と話しながら商店街を歩いたそうなんですね。で、商店街を歩いて遊んで帰ったら、
見たことがない量の麺がお家に帰ったら出てびっくりしました。一瞬でお腹ぺったんこになりましたっていうね、素晴らしい体験談をいただいたんですが、この方がおっしゃってたのが、この青汁ね、飲んでるとやっぱり体が軽いし、お腹の調子がいいっていうのは実感してたんですけど、飲んで食べてさらに運動するとめちゃくちゃすごいっていうのをね、実感されたそうで、やっぱり運動を合わせるとめちゃくちゃいいですねっていう話をしてました。はい、ということでね、今日はちょっとお二人から、女性の方からめちゃくちゃ素敵な体験談をいただきましたので、はい、こちらの方でシェアさせていただきました。ちょっとね、お腹の調子整えたいなとかですね、便秘でね悩んでる方のお役にこの体験談がね立てたら嬉しいなと思っております。そしてお二方、心よく誰かのねお役に立つかもしれないので、この体験談 YouTube でお話しさせていただいていいですかって言ったら、どうぞどうぞ使ってくださいってね、お二人とも心よく、言っていただいて本当にありがとうございました。はい、ということで、こちらのですね、青汁なんですが、両方とも93包、はい、93包入っております。で、こちらが、1800円、こちらが12960円になっております。商品気になる方はですね、概要欄にマルカンのお店貼っておりますので、近くのマルカンのお店調べていただいても OK ですし、近くにお店さんないわっていう方はですね、ぜひぜひオフィスまゆみの方まで、ご連絡ください。そして飲むだけ6ヶ月ということでですね、お体のためにまずは6ヶ月続けてみてください。はい、ということで、あ、そうそう、この青汁ですね、こう溶かしてずっと置いとくとどんどんドロドロになってしまいますので、ぜひぜひ溶かしたら早めにお飲みください。ちょっとね、ゼリーみたいになってどんどんね、こう食物繊維が膨らんでゼリーみたいになって飲みにくくなっちゃうのでね、はい、早めに飲むことをお勧めします。はい、ということで、今日も最後までありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？ここからはまなちゃんからの追伸です。体の栄養は毎日必要です。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください。オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。続けてみましょう。